岸く君の120点、素直で良いなと思いました。翔君の50点も、人く君の10%も、謙虚。ファンからしたら、みなんな千万点です。平野翔は、日本のエンターテイメント業界で、その独自のスタイルと個性で注目を集めるアイドルの、一人です。彼が所属する、ナンバーアイ、ナンバーアイは、平野、神宮寺優太、岸シ雄太の3人組で、 昨年10月に結成されました。彼らは瞬く間に人気を博し、特に平野の独特なファッションセンスやパフォーマンススタイルは多くのファンを魅了しています。しかし、最近の音楽番組 With Music 2時間スペシャルに出演した際、平野の新しい髪型に対する彼の説明が話題となりました。この番組で平野は以前とは異なる髪型で登場しました。 MC のうどうゆみこが彼にその髪型のポイントを尋ねると、平野は美容室で人の写真を見せない。ワンちゃんを見せるんです。僕。モデルがワンちゃんと答えました。この発言は、スタジオ内を驚かせると同時に、視聴者の間でも大きな話題となりました。実際に彼は、美容院に行く際にチワワイヌの写真を見せて、仕上がりのイメージを伝えているとのことです。 今回は、こういう顔のワンちゃんがいた、というイメージで髪を整え、結果として得られた髪型は絶妙な色と長さに仕上がりました。うどうゆみこがさらに、ワンちゃんの写真を見せることにしたのは、なんでなんでしょうか、と平野に問いただすと、彼は、人と被りたくなくて、と笑いながら答えました。このやりとりは、彼の個性とユーモアが垣間見える瞬間であり、ファンからも多くの反響を呼びました。 実際にファンからの反応は非常にポジティブで、彼の新しい髪型も大絶賛されました。ワンちゃんの写真を持参する人が増えそうですね、といったコメントや、誰かと被ることもないし、雑誌を見せてこんな風にしてくださいというのが恥ずかしかったりするので、ワンちゃんの写真を見せるのはいいアイデアだ、という声もありました。平野のこのユニークな方法は、ただのジョークや奇抜な行動としてではなく、 彼のクリエイティブなスタイルの一部として理解されています。彼は常に新しいことに挑戦し、他の人とは違う道を歩むことを恐れない姿勢が、多くの人々にインスピレーションを与えています。また、ヘイヤだけでなく、グループ全体のパフォーマンスも注目されています。特に、ウィズミュージックで披露されたゴートとボンのパフォーマンスは、ファンから絶賛されています。2曲続けてのパフォーマンスは圧巻で、 視聴者は息を呑むような瞬間を経験しました。彼らのパフォーマンスは、ただの音楽ではなく、視覚的にも感動的な体験を提供しています。このように、彼らの活動は常に進化し続けています。平野、神宮寺、騎士の3人は、それぞれが独自の魅力を持ち、ファンに対して新しいエンターテイメントの形を提示しています。彼らの成長とともに、ファンの期待も高まっており、 今後の活動にも大きな関心が寄せられています。さらに、平野の髪型やファッションに対するこだわりは、彼の個性を際立たせる要素の一つです。多くのアイドルが定番のスタイルに固執する中で、平野は常に新しいスタイルに挑戦し続けています。彼の髪型が変わるたびに、ファンはその変化を楽しみにしており、彼の新しいスタイルがどのように見えるのかを期待しています。 彼のスタイルは常に新鮮であり、どのような髪型でも彼らしさが失われることはありません。それは彼が自分自身のアイデンティティを強く持っているからです。彼の髪型の選び方やファッションセンスは単なる流行の追随ではなく、自己表現の一部なのです。平野のスタイルに対するこだわりは彼がエンターテイナーとしてどれだけ真剣に取り組んでいるかを物語っています。 彼は常にファンを楽しませるために新しいアイデアを取り入れ、独自の視点で物事を捉えています。これは彼が他のアーティストとは一線を画す理由の一つでもあります。また、平野の髪型の変化は彼の演技やパフォーマンスにも影響を与えています。彼は髪型を変えることで新しいキャラクターや役柄に挑戦することができ、それが彼の演技の幅を広げています。例えば、 彼の髪型が変わることで、その役柄に対する観客の印象も変わり、物語に深みを持たせることができます。さらに、彼の髪型の選び方は、彼の創造性とユーモアを反映しています。彼がチワワの写真を見せるというエピソードは、彼のユニークな感性を示すものであり、多くのファンに笑顔をもたらしました。このようなエピソードを通じて、彼の人間性や親しみやすさが伝わり、 ファンとの距離が縮まるのです。平野だけでなく、神宮寺雄太やガン太もそれぞれの個性を持ち、グループ全体としての魅力を高めています。神宮寺のクールなキャラクターや騎士の元気で明るい性格は、平野のユニークなスタイルと相まって、グループとしてのバランスを保っています。彼らは互いに補完し合いながら、グループとしての一体感を強めています。また、彼らのパフォーマンスは、 単なる音楽の枠を超えたものです。例えば、With Music でのパフォーマンスは、視覚的にも、聴覚的にも観客を圧倒するものでした。彼らの動きや表現力は、観客に対して強いインパクトを与え、忘れられない体験を提供しています。彼らのパフォーマンスは、音楽だけでなく、視覚的なアートとしても評価されています。このように、彼らの活動は常に進化し続けており、 ファンの期待を超えるものとなっています。彼らは新しい挑戦を恐れず、常に自分たちのスタイルを刷新し続けています。これは彼らがエンターテイナーとしての使命感を持ち、それを全力で遂行しているからです。平野の髪型に対するこだわりや、グループ全体としてのパフォーマンスの質の高さは、彼らがいかに真剣にエンターテイメントに取り組んでいるかを示しています。 彼らは常にファンの期待を裏切らず、新しい驚きと感動を提供し続けています。このような彼らの姿勢は、多くのファンにとって大きなインスピレーションとなっています。彼らの努力や創造性は、ファンに対して強いメッセージを送り続けており、その影響力は計り知れません。彼らの活動は、単なるエンターテイメントの枠を超えて、多くの人々に勇気や希望を与えています。また、 彼らの成功の背後には、絶え間ない努力と自己改善の姿勢があります。彼らは常に自分たちのスキルを磨き、新しい挑戦を受け入れることで、エンターテイナーとしての成長を続けています。これは、彼らが一流のパフォーマーである証拠であり、ファンに対して常に最高のパフォーマンスを提供しよう。平野翔の髪型やファッションに対するこだわりは、彼のクリエイティブな側面を際立たせる一方で、 彼自身の成長と進化を象徴しています。彼の髪型の変遷は単なるスタイルチェンジにとどまらず、彼の内面の変化や成長を反映していると言えるでしょう。彼のファッションセンスや髪型の選び方は自己表現の一環であり、彼がどのように自分を見せたいか、どのように他者に影響を与えたいかという彼の意図を込めているのです。さらに、平野の影響力は、 エンターテイメント業界外にも広がっています。彼の独自のスタイルやクリエイティブなアプローチは、ファッション業界や美容業界にも影響を与えており、彼のスタイルを模倣する若者が増えています。彼の髪型やファッションセンスは、多くの人々にとって新しいトレンドを生み出し、ファッションアイコンとしての地位を確立しています。また、彼の活動は、社会的なメッセージを発信する場ともなっています。 彼の創造性や独自のスタイルは、個性を尊重し、自分自身を表現することの重要性を訴えるものであり、多くの人々に勇気を与えています。彼の姿勢は、多様性と自己表現の自由を支持するメッセージとなり、社会全体に対してポジティブな影響を与えています。